オンドジェクーデラは、チェコ出身のサッカー選手。SK スラビア・プラハ所属。ポジションはディフェンダー及びミッドフィールダー。地元のサッカークラブには、ユースチームがなかったため、隣町のボイコビゼにあるクラブでサッカーを始めた。2005年5月28日、18歳でガンブリヌス、リーガに出場。対戦相手は FK 村田ボレスラフだった。FK アロブネツ戦では、 初得点を記録した。2009年1月、FK 村ーボレスラフと3年6ヶ月の契約を締結した。2021年3月19日に行われた UEFA ヨーロッパリーグ2020から21ラウンド16セカンドレグのレンジャーズ FC 戦において、グレンカマラへ人種差別行為に及んだことが判明。クーデラは、 自身の権利を全面的に否定していたが、欧州サッカー連盟は、同年4月7日に、暫定的に1試合の出場停止処分を課された。調査の結果、UEFA は、クデラのカマラに対する人種差別行為を確認し、UEFA 主催試合における10試合の出場停止処分を課した。これにより、クーデラは、ヨーロッパリーグの残り試合に加え、2021年夏に、 開催される UEFA ユーロ2020も棒に振ることになった。世代別の代表として f i f a ス2 0ワールドカップに出場した。決勝トーナメント1回戦の日本戦では74分に PK を決めている。さらにその後行われた PK 戦と準々決勝のスペイン戦の PK 戦でも成功している。A 代表に なかなか縁がなかったが、自身の32歳の誕生日である2019年3月26日のブラジル戦で念願の A 代表デビュー。ありがとうございます。